はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです、では今回アーツオブアイアンフォー現代モッドじゃないですね、第一次世界大戦モッド日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います、ちょっとねタイに遊びに行ってきてしまっていてですね、動画の更新ができたりできなかったりというのと、向こう1週間ぐらいちょっと動画の更新がね、厳しいかなと思うのですが、頑張っていきたいと思うので、お付き合いの方をお願いいたします。で、実はですね、もうお気づきの方いるかもしれないんですが、タイムリープしてます。あの後プレイ続けたんですけども、中国軍とですね、戦力差が全くなくてですね、全然進められない状態の中、そのうち中国が強小国陣営に入ってしまってですね、列強すべてを敵に回すというかなり厳しい戦いになってしまって、プレイ続行が、事実上できないということになってしまったので、やり直ししています。で、大きく2つ変えています。まずはご覧の通り軍を大増強しています。もう海軍空軍は捨ててですね、陸軍に全部のリソースを割いて、ここまで軍を規模を大きくしました。で、もう一つがですね、国家方針なんですけども、強小国側の陣営に近い立場でプレーするというような形にしてます。強小国の陣営には入っていませんが、強小国側にね、かなり近いところで、立ち位置になっているというところです。では、早速ね、中国に対して宣戦布告できるところまで進めてきてますので、中国に対して宣戦布告をしていきます。開戦です。で、その他の部分はちょっとプレイしながらですね、変わった部分とか説明をさせていただきたいと思います。大連の方が苦戦して、おっと、ちょっと待ってくださいね。早速天津の方に部隊が上陸できてるね。これはでかいぞ。上陸できましたね。上陸したのがこの第3軍ですね。南部さんの第3軍が上陸できたので、この南部さんの第3軍をちょっと使って、まずはこの北京の一帯を確実に確保しにかかりましょう。で、確保できたら後続の軍をね、増派していきましょうか。やはりこの大連近辺は苦戦してるよね、毎回。よし。じゃあ、これで北京近辺一帯確保できたので、まずは第4軍を送ります。なんとかここは北京を死守して、中国の抗戦の意思をそぎ取っていきましょう。第4軍上陸できましたね。そしたら第4軍でこの南下を強力に推し進めていきましょうか。研究はですね、もうほとんど前回と変わってないです。歩兵中心で入れてます。ちょっと補給マップ確認して、追加で軍が遅れそうだったら送りたいですよね。遅れそうだな、このペースで進撃が仮にうまくいくと仮定すればいけそうだね。じゃあ続いて第5軍も出しましょう。ちょっと大連の方がやっぱり横目でチラチラ見てるんですけど気になりますね。あっちの方もうまくいかないと、結局ね、片手落ちになってしまうっていうのがあるので。さあ、第5軍も上陸しました。第3軍以降は基本的に10個でね、1つの軍みたいな編成にしてるんですけども、そのうち第4、第5が追加で上陸してきましたね。で、国家方針は今追加の研究枠が欲しいので、追加の研究枠の前ステップの建設への注力を入れます。ここですね。これが欲しいので、これを取りに行きます。さあ、どうだ？ちょっと気になるのが補給マップだな。確認します。微妙に足が出ちゃってる？なんとか、
ひょいと。もう、一伸びできればね、補給も乗り越えられそうだけど、ちょっとそこが苦しそうかな。大連、朝鮮半島の方が頑張ってるね。そうなってくると、ちょっとこの第2軍ちょっと編成が減ってるな。食われたのかな。気になるとこではありますが、合流させちゃいましょう。なんか徐々にでき始めてるけど、西に行けてない感じがするね。そしたら最初に上陸してくれた第3軍を、西へと進ませましょう。で、主力の第1軍がちょっと穴が開いてきてるので、この穴を確実に埋めます。で、第1軍は上からロシアが来てるんだな。ロシアよりも先にできるだけ中国の領土を食いたい。ただこれ資源マップ見るとよくわかるんですけど、北に行ってもあまりないんですよね。南に行けば行くほどやっぱり中国は鉄とかが豊富なので、優先順位は南ですね。ただ北から来るロシアをね、しっかり封じ込めるっていう意味では北に進んでおく必要もあるので、そこはバランスを見ましょう。一応タイにちっちゃいオズモがポケットっていうね、ビデカメ持って行って観光した様子は撮ってきたんですけど、今回はね、結構、今回のこのプレイっていう意味ですね、まあ、結構忙しいと思うので、ちょっとその旅動画を差し込むのは次回にさせていただいて、今回は純粋に中国を叩きに行きます。ちょっと旅動画見たいよっていう方はね、ちょこちょこ、次回以降覗いてもらえればなと思います。一人でね、お寺行ったりしたのは初めてですね。いつもね、誰か現地の女の子に連れてってもらったりしてたんですけど、今回初めて一人でお寺に行きました。といっても一人だと何なのか全然わかんないんで、もう見ただけなんですけど、現地の女の子いるとね、ああしたらいい、こうしたらいいみたいなこといろいろ教えてくれるんで、いろいろあるんですけど、もうただぼーっと見ただけでしたね。よし、そしたら追加で軍を送れるかな。送れるね。では第6軍を送ります。やっぱり西に進むのが苦しそうだな、こうやって見てると。カナダ、ポルトガルも中国狙いに来てるな。まずいぞ。そしたら第7軍も投入します。どうしても中国の資源が欲しいので、これはもう、カナダ、ポルトガル、イギリスで食い合いだな。ドイツを、ドイツじゃない。中国の食い合いですね。この鉄74はどうしても欲しいよ。まあ、石炭とかは正直いらないので、欲しいのはこの鉄74。これですね。中国はそういう意味で言うと、もう資源的にはそこまでですよね。美味しいのはこの74の鉄ぐらいなんだよな。
木材も第一次世界大戦だとね、結構使うんちゃ使うんで、この鉄、うん、ガチで奪い合いだ。どっちだ、イギリスかそれとも日本か。先に取ろう。ここは何としても先に、ここまで来たら欲しいですよね。取れたかな？取れたね。いやー、この鉄は、この日本をきっと、救ってくれるはずだ。嬉しい。では、続いて、少しプレイに余裕が出てきているので、研究の方を進めていきましょう。で、ついでに軍の方も、増強していきます。大連の方に送っていた、第2軍がちょっと消耗してるの気になるんですよね。闇雲に取りに行くだけのやっぱり戦力はないので、日本は。どちらかというとやっぱり資源があるところを優先的に取っていく。で、陣営入り相手していないのは、戦勝点の取り合いになって、欲しいところが結局取れない可能性があるので、であれば、陣営入りせずにですね、自分で欲しい資源の場所を占領してしまうという、まあ、寸法ですね。これで一応欲しかった鉄は確保できそうだな。OK だ。鉄は70が確保できそうです。他西に進んでももうちょっとね、ご覧のように何もないんですけど、まあ一応行きますか。そうすると今度欲しい、この木の38、ロシアとの国境近くにある、これ欲しいよね。これをじゃあ一応最後の標的にしますか。よし、中華民国が降伏だね。OK だ。これは本当にでかいぞ。これが、我が、大日本帝国だ。いや、こんだけの大領土を獲得できたら大きいよね。肝心のちょっと資源マップをおさらい確認しておきましょう。よし、まあ、鉄ちょっと減っちゃってますけど、まあ、それでもやっぱりこの59っていう鉄は大きいよね。まあ、西側はもうどうでもいいっちゃどうでもいい。で、木材も30確保できてる。よっしゃ。これは嬉しいですね。では、まあ、目的を達成はしたので、ここからどういう国家運営をしていくかを考えていきましょう。まず戦争の方なんですけども、この後我々は、中華民国はもうへばったので、そうなると、ドイツとか、ドイツまでの道のりはないんだよね。ソビエトがいるけど、チベットって陣営入りしてんのかな？特に陣営入りはしていない。チベットをも取りに行く必要性があるのかっていう話だね、あとはじゃあ。資源マップで見ると、チベットは、ぶっちゃけた話、ご覧のように、ごめんなさい、何にもないですね。ここをリスクを犯して取りに行く必要があるのかっていう、そういうところかな。ちょっと待って、ドイツがさ、来てるじゃん。じゃあ、ちょっと部隊をいくつかに分けて、敵を相当するところと、ドイツ軍と相対するところで分けて書きましょうか。じゃあ、まずは、ドイツ軍を駆逐する部隊として、第一軍を投入しましょう。
さあ、ではドイツ軍をね、潰しにかかりましょう。ドイツは、ここもドイツだよね。結局ドイツの息の根をこの中国大陸から排除しておかないといけないので、南京も結局ドイツが今抑えてしまってるんで、取り返しましょう。で、一旦そうだ、戦い終わってるので、見直しましょうか。貿易関係。あとは、工場関係。工場も少し増えたっていう程度だな。なんかこう、ものすごいドカーンと増えましたっていう感じでないのが、ちょっと残念。ただ、この先ね、戦車部隊を、やっぱり戦場に投入していく。あるいは飛行機を投入していくっていうことを考えたときには、もうこれがね、多分どっかで必ず効いてくると思うんで、ちょっとその時に備えておきましょう。よし、これで一応ドイツは排除したかな。ドイツの排除が完了したなら、本格的にしばらく内政タイプですかね。よし、ドイツ軍を中国大陸から一掃できました。うん。さあ、では、ここから、生産を見直します。まずは、戦車だね。で、この戦車に伴って、だいぶ、どうだろう。資源的なものが、目に見えて足りていないのがいくつかあるので、ちょっとそれらの貿易を確認していきましょう。で、そんなに豊富に民需工場、貿易に必要な民需工場がないので、ここはしっかり必要なものを必要なところから必要なだけ都度都度輸入して量を調整します。で、軍の編成も、もうここまで来たらやっぱりね、さらに見直しを、まあ、しっかりかけていく。数も重要だけど、質も重要っていうフェーズに入ってくると思うので、まあ、そういう形にしていきましょう。いや、でもこんだけの大領土を手に入れたからな。大日本帝国。どうでしょう。まあ、アメリカにも匹敵するね。領土の大きさにはなりました。まあ、ただ、資源的にはやっぱりアメリカとかに比べると貧弱でしかないので、まあ、この先ね、次の対戦、それを睨んで、国力の増強に努めていきましょう。まあ、我々としては、そうだな、今戦争まだ継続してるよね。ドイツ、リトアニア、バルト三国、オーストリア、ハンガリー、オスマン帝国。オスマン帝国とかにさ、進む余地はないのかな？例えば、イギリス領。ここに対して、我々って通行できないよね。できないよね。うん。できませんと。フランスとはなんか仲良さそうだね。入港券を要求したら承諾してくれるし、軍事通行券もなんかくれそうな感じですね。
ランスとはじゃあ仲良くなっちゃいましょうか。この際なら。さて、そしたら研究枠も、しばらくは、装備関係ね、ドカドカっとさ前に進められるものはないので、ここでまた内政に力を入れておきましょう。では中国戦、完全に後始末も終わりましたね。で、ちょっと今後のプレイのためにですね、師団の編成を見直しています。まあ、しばらく大きな戦争はないだろうということで、歩兵の師団は完全に、自動車化あるいは装甲化歩兵という形で、編成をし直しました。なので、まあ、これでちょっと様子を見ていきたいなというところと、あとは戦車部隊ですね。これも新しく投入を予定しています。まあ、これらで、再び来るであろう、対戦に向けて、準備をね、整えていきたいというふうに、そのように思っています。で、今後なんですけども、今戦争はですね、まあ、ドイツ、オーストラリア、ハンガリーあたりが頑張ってまだ戦って抵抗を続けているんですけども、まあ、ここに我々が出ていく術が現状ないというところなんですよね。なので、まあ、なんとかここにもし行くのであれば、まあ、例えばこのフランスとかに入れてもらうというようなね、ことになろうかなと思います。まあ、フランスに対しては、外交で、入港権の要求、これ送れば多分承諾してくれてここに入ることはできると思うので、まあ、ここからね、軍を繰り出していくっていうことは可能かなと思います。まあ、ちょっとこのあたりはね、次回様子を見ながらプレイの方はしていきたいというふうに思っています。なんか Google さんが反応してしまったので、じゃあ今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。